全国旅行支援この秋解禁。星ホテルの一つであるですね、ヒルトン東京に来ております。今まで大切な生徒さんと会食をしてたりとか、あとはですね、大事な取引先の方とですね、打ち合わせをしたりしておりました。全国旅行支援この秋解禁ということですね。16日から政府の方で、まあ皆さんにですね、旅行にいっぱい行っていただいたりとかですね、してほしいということでですね、旅行を解禁してるんですね。はい、では見てくださいね。こちらですね、こちらの通りですね、ヤフーニュースですね、全国旅行支援この秋解禁、ビザ免除もということでして、岸田首相がですね、人的交流意欲ということで話をしてます。でこちら何かというとですね、16日からですね、全国旅行支援というところでですね、まあこれ私たちにとって何がいいかと言いますとですね、この今ですね、旅行先が近隣にかけある県民割と言いましてですね、まあ例えば東京都に住んでる方だったらですね、隣のですね、神奈川県とか千葉県とか行くときにですね、旅行代がですね、ちょっと優遇されるとかっていうですね、割引の話があるんですけれど、これがですね、もっと拡大をされて、それでですね、2020年のですね、GoTo トラベルと同様に全国の旅行が対象になってですね、もっと割引率が 40% でですね、もうっていうことなんですね。まあこれ何を言うかというとですね、旅行行くときにですね、旅行代のですね、支援を国からもらえるっていうことなんですね。公共料金と宿泊がセットの旅行商品は1日1泊あたり最大8,000円、宿泊のみは同日5,000円っていうことですね。なので例えばですね、宿泊1万円のところを予約したらですね、まあ、5000円が補助してですね、まあ、5000円で泊まれるとかですね、あとこれに加えて旅行飲食店のクーポンが平日3,000円、休日1,000円って付与されるってことなんです。なのでですね、今まで旅行行ってたのよりもですね、さらにお得にですね、旅行に行けるってことでいいことですね。はい、ではですね、このような旅行支援とかあるのでですね、まあどうせ泊まるんだったらですね、同じ値段でですね、ちょっと旅行宿泊場所をですね、ランクアップしてですね、一流のところに泊まりたいと思うじゃないですか。でその時にこの一流ホテルに泊まるいう時に、このですね、実は予約の時に〇〇〇とですね、3つの言葉なんですけど、それを伝えるとですね、実はですね、今までのですね、普通のですね、泊まれるのとプラスアルファでですね、いろいろと特典がつくんですね。でちなみにですね、この〇〇〇をですね、お話ししたためにとですね、私もですね、これ、ヒルトン東京の、これですね、高級チョコレートですね。チョコレートがですね、プラスでですね、追加されたりとかですね、あとはお祝いの言葉をいただいたりとか、カードをいただいたり、あとはシャンパンをくださったりとかするんですね。そのような優遇が受けられます。はい、でこの〇〇〇というのをですね、知るとですね、皆さんもですね、この旅行に行った時にですね、一流ホテルに泊まって、でご家族とかですね、友人とか大切な方をお招きした時にですね、プラスアルファのですね、優遇を受けられるってことですね、楽しみにしててください。でこの〇〇〇というのは何かというと、記念日って伝えるってことですね。記念日って伝えることです。例えばですね、まあ誰かのお誕生日とかですね、旅行の、だからですね、私なんか結婚記念日ってお話したんですけど、結婚記念日って言うとかですね、そういう風に言うと、プラスアルファで、ただでですね、このような特典をくださったりとかですね、夕飯の時にですね、プラスアルファでサービスが受けられるということなんですね。これ実はですね、私が実体験でやっただけではなくてですね、帝国ホテルでですね、このマナー教室とかですね、お話しした時に、実はですね、その帝国ホテルのですね、ちょっとこっそりと教えてくださったことなんですね。やはりホテルとしてもですね、おもてなしをするためにですね、いろいろとですね、やっぱり考えているんですけれど、やはり何かですね、こう、おもてなしをするにはですね、皆さんの方からですね、やっぱりおもてなしをした方がいいっていうですね、なんかアナウンスがないとですね、できないと。なんですよね。だからこの記念日っていうのはですね、一番いいってことですね。でこれ記念日だからといってですね、まあ皆さんが今日誕生日なんですってお伝えてですね、こういうふうに記念品をもらったとしてもですね、身分証明書で実際に本当に誕生日なのかっていうことをですね、確認することはないです。だからですね、1年に何回でも誕生日があってもいいですし、1年に何回でもですね、記念日をですね、
ですよっていうことでですね、使ってもいいってことなんです。まあ、つまりですね、この記念日っていうのをですね、分かるとですね、このホテル側でもですね、まあ、プラスのサプライズということを用意してくださるってことなんですね。はい、ではですね、今日の話はですね、全国旅行支店この秋開始へということで、一流ホテルに泊まるとき、〇〇〇と伝えると特別な体験ができるってことで紹介しました。で、この〇〇〇というのは何かというと、記念日っていう記念日。だから、例えばですね、誕生日記念でもいいですし、結婚記念日でもいいですし、お子さんのですね、まあ、入学祝いとか卒業祝いとか何でもいいんですね。まあ、何か理由があってですね、泊まるとなるとですね、ホテル側でもやっぱりもてなすのは仕事なので、いつもの普通のプランのやっぱ宿泊とか朝ごはんとかだけではなくてですね、プラスアルファでですね、このような記念品をもらったりとか、お祝いのカードをくださったりとか、特別なことを用意してくださってですね、皆さんも一緒にいる家族とかですね、友人とか大切な方も喜ばれるってことですね。はい、では今日の話がいいなと思った方はですね、チャンネル登録、ベルマークのチェック、いいねのクリック、こちらお願いしますね。はい、それではまたお会いしましょう。